変長らくお待たせいたしました。ただいまよりポリスノーツを上映いたします。最後までごゆっくりとご鑑賞ください。2010年、人類初のスペースコロニービヨンドコーストが完成し、人類の宇宙への本格的進出が開始された。2013年、コロニーへの一般市民の移住に伴い、数十万の移住者たちの治安を守るため、俺たち5人の宇宙訓練を受けた警官が選抜された。イギリス・スコットランドヤードからゲイツベッカー、日本の警視庁からジョセフ・サダオキ徳川、アメリカ・ニューヨーク市警からサルバトーレ・トスカニーニ、そしてロサンゼルス市警から俺とエド・ブラウン、世界中の警察からえりすぐられた俺たちは、警察権限を持つ宇宙飛行士としてポリスノーツと呼ばれた。
俺はジョナサン・イングラム。30年前、スペースコロニーのビヨンドコーストでポリスノーツとして働いていた。もっとも、エンプス事故で宇宙をさまよっていた俺にはわずか数年前のことにしか思えない。まだ生々しい記憶だ。妻や友人、仕事、何もかも30年前に置いてきてしまった。あの事故で過去を失った俺は、この汚れた街オールド LA でネゴシエーターまがいの探偵をしている。幼児誘拐や人身売買のネゴシエート、身代金の仲介、脱獄犯の逮捕など、ヤバい依頼ばかりだ。だが俺みたいな過去をなくした男には、そんな世の中の海がなければ飯も食っていけない。せいぜい腹いっぱいになるまで頑張るしかないか。さて、依頼人が来るまで何をしようか。この部屋には俺の過去を示すものがたくさんある。前方の壁には新聞の切り抜きや写真が、机の上にはあいつとの写真。どれも記憶の空白を埋めるものばかりだ。間違い電話とはバカにしてる。やっぱり事件の依頼は入ってないか。